チャルハンエンコ、チャルハンエンコは中国、青海省西部にあるエ湖の一つで、ザイダム盆地の南部、ゴルムド市とトランケントにまたがって位置している。タツフ村湖や、南、角クヌの村、北、角クヌノ村、渋、城などの潮池が集まって構成されており、総面積は5856平方キロメートル、中国最大のエ湖である。 ゴルムド川やザイダム川など多くの内陸河川が、この湖へと注ぎ込む。チャルハンエンコは、コンロン山脈とキレン山脈の間にあるザイダム盆地の中にあり、製造工源的手法盆と称されている。主に豊富な塩鉱資源と、長さ3 2トルに達する万丈潮橋の景色によって知られている。 水分が絶えず蒸発しているため、チャルハン塩湖の上には固い塩の蓋が形成されている。製造鉄道と製造航路はこの塩の蓋の上に直接建設された。チャルハン塩湖には豊富な塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化マグネシウムなどの無機塩類が含まれており、総埋蔵量は20億トンを超え、中国における工業基地の一つとなっている。 チャルハン塩湖は、海聖湖であり、チベット高原が形成される時に下に止まったかつての、鉄カイの海水が累積して形成された。すでに現在では、チャルハン塩湖は、タツフソン湖や、南、カクヌのソン潮池、北、カクヌのソン潮池、渋上塩池などの塩湖、塩池に分裂している。ありがとうございます。